して皆様本日は国際鉄道模型コンベンションにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまからこちらのステージにおきまして贈呈式取り行わせていただきます。トミテックのジオコレが10周年を迎えたということで、それを表彰しまして、日本鉄道模型の会理事長の平井健太郎様より、トミテック社長、代表取締役社長の岩槻道夫様に贈呈式となります。それではお二人をお迎えいたします。どうぞ大きな拍手でお迎えくださいませ。日本鉄道模型の会理事長平井健太郎様、はい、トミテック代表取締役社長岩槻道夫様です。どうぞ皆様どうぞ拍手でお迎えくださいませ。こんにちは。それでは贈呈したいと思います。かなり文章長いんで読ませていただきます。はい、エポックメイキングモデル賞、株式会社トミテック殿、記者は N ゲージをはじめとする優れた鉄道模型製品の供給を長年続けてこられましたが、ことに2003年昭和の日本の典型的風景をテーマにストラクチャーと車両を両輪とする表現世界の商品化に乗り出し、後にジオコレの名称で広く展開され今日に至っています。実物をひたすら正確に縮尺するという従来の模型界の意識から一歩進めて、絵画的な描写と音楽性を取り入れた点でも革命的な企画であり、その意欲的な展開は鉄道模型愛好者にレイアウト制作の夢を育んだばかりか、大型 DIY 店などでも広く販売されることで一般大衆をジオラマに対する興味へ誘導する効果をも話しました。さらに高く評価したいのは、この企画を一過性のものとせず年々新製品を加えながら供給を続け、継続的にレイアウト制作の楽しさをアピールされています。今回主催国際鉄道模型コンベンションのテーマを昭和物語とした趣旨に合致する内容であり、鉄道模型に一つの新たな時代を開いた商品展開としてここにエポックメイキング賞をお送りいたします。2013年8月16日特定非営利活動法人日本鉄道模型会議を開いています。ありがとうございました。おめでとうございます。それではエポックメイキングモデル賞を受賞されました岩槻道夫社長よりどうぞ一言ご挨拶をいただきたいと思います。皆様お疲れ様です。ジオコレはですね、今紹介ありましたように10周年を迎えることができました。最初はですね、このように10年間ずっと起こっていなかったんですが、なんとかですね、作ってこられました。現在ですね、ジオコレはですね、鉄コレが、走り、バスが走り、そして今回ですね、展示させていただいておりますロープウェイですね、今開発中でございますけれども、そういうことでジオコレもですね、進化をさせていただいております。これからもですね、進化をさせていただいて、より皆様にですね、楽しんでいただければというふうに思っております。本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。岩槻道夫社長よりご挨拶をいただきました。それではお二人で、はい、写真撮影をお願いいたします。日本年度のエポックメイキングモデル賞はトミテックが受賞されました。ジオコレが今年で10周年ということです。はい、皆様撮影の方よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして贈呈式を終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。どうぞ拍手でお送りくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。丸がかりでやっていただいて申し訳ございません。